はい、どうもリアです、ね、今回はまたもアロモンさんにね提供してもらったこのゲーミングヘッドホンを、ね、紹介していきたいと思います。ゲーミングヘッドセットエントリーモデルらしいですね。おー、いいね。なんか後ろにいろいろと書いてあっけろ。多分何とか思いますね。あ、待って、なんかすげえガッチリしてる。めっちゃ柔らかい、ここ。めっちゃここ柔らかい。え、待って、ここもさ、耳もしっかりあって、いい。これもあってね、ちゃんと話せる。おー、合いますね。ちょっと待って、一回全部出したい。これとあと6ヶ月の保証書かな。おー、いい。なるほど、うん。なんか言わせちゃったでしょ。なんかね、基本的にね、ちっちゃくてね、使いやすいね、意外に。ここもめっちゃ柔らかくてね、うん。一回このセットに変えて、ちょっと通話入るわ。オッケー。なんかね、すごいなんか自分の声がめっちゃ聞こえる、これ。あとなんかここにいろいろと設定がある。なにこれ。あー、これいじってみたら、それマイクのオンオフとかじゃない？マイクのオンオフだね、多分ね。線でもう一個ね、USB がついてきて、USB だとなんか刺す穴、なんか刺すやつ、ヘッドホンの刺すやつと、イヤホンジャックみたいな、そうそうそう、と USB がついてきて、その USB 多分挿した間に光るね、これ。おお、なんだこれ。光らせようぜ。うん、ゲーミングだから俺届かない、場所が届かない。音は悪くない、結構ね、聞こえてね。このね、耳のところもね、まあ意外にいい。ね、次はね、ヘッドホンをね、光らせてみました。ここも光るね。お、すげえ、音の調整もできる。音を調整もできる。いいよ。いいよ、いいよ。おお音の調整もできてね。めっちゃいいですね。で、ヘッドホンを光らせると、お、結構綺麗。だいぶ綺麗ですよ。ここも光って。じゃあね。まあ、これで一回フォートナイトやってね。どんぐらい音質がいい、音質がいいっていうか、どんぐらいね、いいかやっていきたいと思います。じゃあね、フォートナイトのどんな感じに聞こえた、ちょっとやっていきたいと思います。ちゃんと音聞こえる。おお、ちょっと聞こえんかったらやばいぞ。歩いてみて。んいいよ。あ、ちゃんと聞ける、聞きやすい、意外に。あ、マジマジで。あとはまあ、上下とかはじゃない。あ、妹の音もちゃんと聞こえていい。聞こえなかったらマジで。ますね、左右でやろうぜ。あ、おお、全くわかんない、全くわかんない。あ、けどね、なんかね、チケットね、あれなんかここの中あったじゃん、スポンジみたいな耳の周りについてるやつ、うん、あれでなんか耳が抑えられてね、ワンチャン親フラに対応できないかもしれないってくらいね、意外に聞きやすい。あ、結構聞きやすい、これかも。これでね、お値段がなんと超お安い。画面に載ってます。ヤオさんお願いします。結構いいね、これ。さすがだな。あ、いいいいいい。壁に結構出してた。何が旅開いた。え、待って、あれだわ、なんかめっちゃヒットしていい、ヒット、ヒットしていい。あ、これね、スケットね、めっちゃ集中してゲームできるよ。あ、これヘッドホンつけてもプレイは上手くならないっぽいよ。え、あ、え、めちゃくちゃカメラしいし、キーボードの音もね、うん、全然入んない。
けとる。まあね、こんな感じで誰でも余裕でもこんな点差をつけて勝てちゃうの、この最強ヘッドホン。いいね、マジでね、7より光っちゃうのそこ最高。しかも親フラでもすぐ対応できるミュートまである。そしてコスパも超いい。いやもうこれはね、みんなぜひ買ってみましょう。値段はヤオさんが貼ってくれます。じゃあみんなぜひこのヘッドホン買ってください。チャンネル登録と高評価お願いします。じゃあみんなバイバーイ。グッバイ。